お似合いで。お世辞言ってもダメ。何も貸してやらないから。お嬢様、それは奥様。そうよ、大丈夫よ。奥様が大事にしていらっしゃる櫛でございましょう。大事になさるわけよ。お兄様は無理して買っておあげになったんですもん。壊しちゃダメですよ。何言ってんの。さっさと次を持ってらっしゃい。血が短いんだから。そのご本を読む者は敷物を滑らす、形を改め口を進むべしと口癖のように言ってらっしゃることを。はい、東照宮様のご直筆なる尊いご本と存じながら。地べたを落とすなんて申し訳ありません。どうか旦那様にはご内分に。今日のところは見逃してあげます。以後気をつけるんですよ。はい、さ、さっさと片付けなさい。お嬢様、だからさっきあれほど私が。何もお前が心配するところないわ。私が謝るんだから。お姉様。はい、のみりさん。ええ、ちょっと。まあ、お入りになればいいのに。何ですの、わざわざ。お姉様、お送りになりません。何のこと。お送りにならないって約束してくださる。まあ、お話を聞かないとちっともわかりませんわ。お姉様のとても大切なものを壊してしまったわ。大切なもの、うん、さあ、何でしょう。お怒りになりません。そうね、
私別に大切なものってないんですから。これなんですの。あら、ごめんなさい。あ、いいんですのよ、波地さん。そんなに心配しなくても。波地、また何か壊したな。お前、これで足りずに今度は何を壊しよった？いいえ、何でもないんです。いやー、こいつよりによって高いものばっかり狙って壊すからかなわんよ。そんなことでは新三郎殿のお嫁にはいけんぞ。そんなことをおっしゃると、それもついでに壊してしまいますわよ。ほれ、冗談にもそんなことを言うな。ご先祖が関ヶ原の公により家康公をお手ずから下しおかれた我が家の家宝、これはの死を決して勲功の御馬前を務むる時のほかは足りてはならぬと固く戒められてありますのじゃ。お兄様はそれをご自分のお部屋へ飾りたいらしいのですわ。ええ、大変ご執心のようです。いやあ、れにはまだ渡せんや。この松平家は500石の禄高をいただいておるが、劇はまだ無役じゃ。いずれ将軍家の御用でも務めるようになったら、わしは喜んで譲るよ。劇はどこへ出かけたな？はい、こんな時に日頃行き届きませぬ証拠お目にかけるのが都合ございましたので、お願いして家を開けていただきました。うん、せがれめ、それをいいことにしてのんびりしておるんじゃな。いや、あんたが何かと気を使ってやってくれて、あいつ幸せ者じゃよ。いいえ、そんなにおっしゃっていただきました。それよりも一日も早くお役にお付き遊ばしたら、どんなに嬉しいことでございましょう。わしもそれを待っておりますのじゃ。さあ、それがいつのことやら。老海田沼殿が幕政を握る以上、親バカと言われるかは知らんが、劇は物の役に立つ男じゃ。正しいことを行ってはばからぬ男じゃ。それが田沼の気に入らん。剣才の誉れ高い松平越中の神様ですら、田沼の剣聖の前には影の薄い今日のありさ。越中の神様は今にして佇むんば、大奥は腐れただれるばかりじゃ。大奥の腐敗堕落は日を追うて激しく目を覆うばかりとなりました。滅ある人は退けられ、気骨ある者は疎んぜられ、お家始まって以来格のごとき乱脈を知りません。そればかりではありません。田沼の悪政に泣く庶民は日に日に増えて、怨嗟の声は巷に満ちております。このままいつまでも放棄しておきましては、いかなる事態を引き起こすかもしれません。それを単なる田沼の悪政と考えることはできません。その底にもっと大きな野望が潜んでいるとは思いませんか？大きな野望？さよう。その気配が私に感じられる。破格のお取り立てを被った大恩を忘れるばかりか、かえって悪逆をたくむ人品に種が起きつむ。一命を賭してご奉公申し上げる時が来ました。おのおの、いざといえば彼丹那と差し違えるお覚悟を。喜んで老後のご奉公いたしますぞ。ありがたく思います。私ども四人は力尽き、命の果てるまで本丸を守護し立て祭りましょう。
気にかかるは西丸のこと。では、豊千代君の御身の上に何か。若君、おそば御用の筆頭は、おきつぎの一子、山城の神、おきとも。さよう、おきともが若君の側近に腹心の部下をはびこらせ、なる賢人学者を一人残らず退けたと聞いております。しかもご高読申し上げる書物のごときは万葉古今の鹿の類か源氏物語のごとき柔弱なる文章とのこと。察するに天使英媒なる若君を若めのうちから文弱なる君に仕立て上げようとの魂胆ではありますまいか。私たちが本丸を固めるとしても到底西の丸まで力が及びますまい。そこでここに一人の忠義な侍がいる。この物語には心当たりはありませぬか。一人ござります。私にも一人心当たりが。私にも心当たりがございます。その人は気骨ある清廉潔白な詩でしょうか。もちろんです。忠義の前には詩をも厭わぬ無用な詩でしょうか。もちろんです。それは誰でしょう。あ、私の心当たりは番長の旗本六高五百石松平頼むのせがれ。私も同じ。松平劇。私も同じです。松平劇を置いては他にありますまい。四人の者見るところ着せずして松平劇に一致しましたな。うん。では一致部殿も。うん。この度お組入り仰せつけられました松平劇にござります。田沼山城じゃ。びしりおいてくれ。新参者ゆえ何分ともよろしくお取りなし。いや、東方こそ。御用部屋入りの北面でござる。人の物腰態度でこれから先の務めの模様も察しられる。何事もお役目大事と心得、心して模様を励めよ。は、ではご一同にご紹介申す。あちらが安西伊賀之助殿、次が跡部伝七郎殿、相生源兵衛殿、末吉鉄将殿、こちらが堀田立脇殿、桑原郷之進殿、拙者が万年左中じゃ。何分にも新参者のそれがし、万事よろしくお引き回しくださりまするよ。松平劇と申されたな。はすると松平一中の神様のご縁席と見えるな。いえ、同姓ではござりまするが何のつながりもござります。あはあ、すると松平にも上から下まであるわけだな。神は何十万石の松平から、下は五百石の劇殿まで。ごもっともでござります。私自身お役付きの遅いのはこの名前負けのせいではあるまいかと。
常々気に病んでおりました。その方何を得意とするか。は、私将来の無限の別段これと申して。そんなことあるまい。無限者では一の神殿がわざわざ気候を推挙なさらんはず。謙遜も芸の力。無限無能とは言わさんぞ。不備の道は何をたしなむ。は、私幼年にして母を失いましたらせいか、物の哀れに心惹かれ、万葉古今お嬢源氏謎を本の真似事ほどお恥ずかしを存じまする。うん、若君のお蕎麦役として一通りの資格はあるらしい。では旧馬闘争は何を得意とするか。は、武道はどうじゃと申しているのだ。は、恐れ入りました。生きた刀掛けと言われても差し支えないのか。宦官の至りにございます。正直なのは何よりの信条。青臭い分際で何やかやとのぼせ上がる連中の多い中に、その方などは見どころのある方じゃ。恐れ入ります。さちゅう、2階の泊まり部屋と書庫を案内してやるがよ。さあ、激殿、ついてきなさい。では、暫時。越中の神がわざわざよこした手の者家、もう少し骨のあるやつかと思ったな。あんまり手応えがなさすぎる。皮肉も通然、動物でございますな。うん、越中の神もとんだ眼鏡違いで、後で悔やみますよ。おかえり。おお、これは浮島の功労ではないか。はい、今日お父様が激お役がついて将軍家の御用を務めるようになった以上、今日からそれはそちのものじゃ。わしはこれをお前に譲る日をどんなに待ったことか。いや、これでわしも刀の荷が下りた気がするよ。父上、ご安心ください。激命にかけてもこの功労の名誉を傷つけるようなことはいたしません。うん、いや、その点わしは安心しておる。だが固く断っておくがな、この功労は死を決して勲功の御馬殿を務める時のほかは書いてはならんぞ。は、お父様、お父様、お早く。ああ、もうできたのか。ああ、激、何やら波地が一生懸命腕によりをかけてこしらえたんだそうな。おはよう、行ってやってくれ。は、何事ですか。劇、その方の実力が認められて
何よりめでたい。ありがとうございます。これと申すも皆父上のご薫陶のおかげでございます。お兄様おめでとうございます。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。旦那様この度はおめでとうございます。ありがとう。雄平にもこれから世話にならねばならよろしく頼むぞ。そんなお父様どうぞ。ああそうか。では形だけ。父上今日は少しくらいよろしいではございませんか。うん、お父様お分けなさいませ。こんなおめでたしでございますもの。お父様、うん、お嫌いな方じゃないんですし、こんなおめでたいしにお飲みにならなくちゃ。いややっぱりよそう。上様にお誓い申したのじゃから。でも今日謎は上様もお許しくださいますでしょう。うん、うん、やっぱりよそう。15年も経った酒だ。今さら飲むこともなかろう。それよりわしが酌をしよう。さあお前もすごい座んなさい。いいよしよしよしよ、うん、これはこれは恐れ入ります。いやさあお前も飲みなさい。さあありがとう、うん、ナミジ、お前三三九度の稽古のつもりじゃな。いやのお父様おゆえ今日はお前うんと飲んでくれよ。いい旦那様それは。いや遠慮することはない。うんと飲みなさい。今日はな無礼講にしよう。今日お前飲まんと暇がすぞ。いやそんなああいいさあさあさあ持ってない。よしさあああさあいかがじゃな。お船手の向壇上殿も勘定奉行の松本殿も各我らに同福じゃ。今申した通り成功は疑いござらん。いかがでござるな。こと成就の暁にはおのおのがたいまず50万石。え50万石。さよ50万石。3万石の八行がおみたち一生の値打ちでもござるまい。ではもうご同意つかまつります。現場名も同意つかまつります。いかがでござるな。西丸おかぎ奉行の要職にある行き何とぞ貝と品ので100万石賜りまするよ。
今三都の人気を一身に集めている忍びの頃です。御意に叶いました。見事じゃ。忍ぶ見事であった。若君様の御意にかなったぞ。今一曲髭をご覧に入れ。もうよい、ご苦労であった。下がって休息するがよかろう。山城、講義の刻限が遅れた。早々用意せ。お本日は昨日の続きよりご購読いたします。昨日は光ありと見しうがおのうあつゆを黄昏時の空めなりけりとほのかに言うお菓子と申しなす。ここまででございました。その方は今日が外し師じゃな。あ、拙者は激殿、松平激殿じゃ。は、昨日より出資を仰せつけられましたら松平劇にござります。うん、その方を読んでみ。は、本日の講読はその方に命ずる。は、早くいたさんか。後部劇と変われ。は、どこでもよい。その方の飛びなところを行動いたしみよう。は、源氏物語はご講義申し上げませぬ。何、源氏物語は増えてと申すのか。いえ、さようではございません。しからばなぜ源氏の行動をいたさぬと申すのじゃ。は、鹿の道はもとよりお心得を遊ばさねばなりませぬが、やがては十一代の将軍家におわします若君にとりまして、それらを差し置かれましても、まずお心得なくてはかなわぬ。尊い仕事がただわると思考いたします。劇、ちょっと口が過ぎようぞ。劇、ではその方、身の修行方法が間違っていると申すのじゃな。は、恐れながらさように感じられます。無礼者、言葉が過ぎようぞ。我らのご教育法が悪いと申すのか。昇進の分際で劇申してみ。力はどうするのじゃ。何を読めと申すのじゃ。源氏物語を読む前に何を読めと申すのじゃ。は、例えば。例えば何じゃ。例えばこれに持参いたしました。東照宮様の尊いご教書、三河風土記。本日は源氏物語を控えおきました。これをご購読申し上げたいと存じます。劇、新参の身をもって無礼だよ。控えおらんか。山城、待て。劇、読んでみ。余が許す。は、僭越ながら。殿、何卒お席を。殿、お人目を。お、さようか。おのおの方、頭が高い。不大恩子の方々が風土記拝読の礼儀作法を心得おられるはず。
東照宮のご教授ですぞ。一つ常に棒練り地にいて乱を忘るべからず、あえて言う我壮年すでにして街道一の忌み取りと唱えられつれど、並ならぬ天文自世しにあらず、三方ヶ原その他各所の合戦に苦杯をなめ、百戦錬磨の後大成せるのみ、常に武道を志し勝負の気風を信仰せざるべからず、一つ事実政策に長じおもむろに時至るを待つの勤労なかろべからず、すべて天地の間に生きとし生けるもの、さまざまにして牛馬のごとく人の世をなすものあれば苦労のごとく害をなすものあり、薬草あれば毒草もあり、その中につきて雪を持ちうるはもちろんなれど、またことにつき隠忍よく方々を包み、他の権略の底を看破しながら、時にはその権略に我から乗りて静かに自分の水を待つの勤労なかるべからず、一つ権人不罰にして還元よろしきを得ざるべからず、ことに処してよく忍びよく断じ、緩むべきには緩め掘るべき時には張りて患者の気を誤たざる、これ名君の器なり。私めの購読はこれまで、今後自らお紐解きくださいまするよう、からき身分を顧みず無礼の談はいかようのお手紙を被りましょうとも、もうとう依存はござりません。所帯のじい様はかかる尊い教えを残しておかれたのか。劇余は目を開かれた思いがいたす。はっ、今日までかかる領主を退けたは久屋ってか、どうじゃ。すみのどんひらり以後心せい。山城神様、乱心なされましたか。何何の兄弟、殿中でござるぞ。森様のお脇はいられ昇進新参者の身で踏み落とし下に立てつく日か。いや、若君大事と念ずるばかり、もうとうさような。見下げ当てだる、削らえるしね。その目は何じゃ、どうしようというの。たけものみ。旦那様、さぞかしご無念なことでございましょう。ゆうへ、それは一体何のことだ。夕平めはよく存じております。下馬先で中元どもの噂を聞きました。夕平、わしは若君様の御意にかない、また組頭殿も愛役の方々も気の置けぬいい方ばかり、拙者もこのような幸せなことはないと思っている。よいか夕平、屋敷へ帰っても滅多なことは申してないぞ。よいか。はい。確かにキャツ、越中より差し回された腹心の者に相違ございません。さもあろう。豊千代君の教育について大胆に突っ込んでくるあたり、敵ながらなかなかのものじゃ。そやつ
味方にする手立てはないものかの。なまじい持ちかけて噛みつかれては一大事。そうか、では仕方がない。ことごとにいじめ散らして追い出すのじゃ。それがなかなか思うように参りません。一筋縄ではいかぬやつ、かえって手前を追い出す策略を弄しております。今度にわかに触れ出された流鏑馬合戦は奴の入れ知恵。もし晴れの勝負に勝利を得た暁には文武両道ともに手前に勝れるものとして手前に取って代わろうとする魂胆らしく。なかなかやるのう。そちには勝ち目がないのか。いささか不安心で。そうか、よし。敵がさような策謀で参るならこちらはその裏を書いてやるがよい。山城、心配いたすな。一策授けてやろう。みんなご苦労じゃの。しっかり頑張るんじゃぞ。時効外れの流鏑馬か。これというのも激めが若君にくだらん入れ知恵をしたからだ。拙者おりやしく字が出よってのう。これで一日馬に乗って駆け回ったらどうなるか。字を書く商売が字を患うとは下船の。バカ、冗談言うときか。激め、字にいて乱を忘れずと言おった。貴公までしゃるに聞か。何、拙者がどうしたというんだ。少しはこっちの身にもなるがいい。貴公の言うことはさっぱりわからんぞ。黙れ。何、なんだと。待て、仲間同士が喧嘩してどうする。みんなが結束して激に当たらねばならん時だな。おいおい、陣地出退だ。何、国頭がなんと激の前に両手をついて平身体と、激殿折り入ってお願いがある。激殿、実はその流鏑馬のことでござる。お恥ずかしながら到底お身の敵ではない。不芸未熟のそれがし、遅れを取るのは当然ながら、明日の勝負遺憾で山城父に腹を切らせねば相ならん。たかが流鏑馬の勝負にて老中筆頭のお父上が。いや、その疑いはもっともながら、ご存知のごとく父と越中の神殿ことごとに意見の相をきたし、父は双方とも竜へおためを思えばこそとは申しながら、仮にも格老不和と戸沢衆に聞こえては将軍家の威信に関する内理。工事は越中殿に託し、自らは身の引き時じゃと申して。え、殿もの神様、ご隠居なさると申されまするか。健康も優れぬことゆえ、ぜひとも身を引くと一概に言い募っての。そのお言葉に間違いはござりますまいな。どや、神かけて偽りは申さん。本名に市中にも隠居願いを届け出ると申して。激殿、老中の席を投げ打って隠居する死は、今また拙者が勝負に敗れお役御免を仰せつかるようなことがある。切腹してせめてそれがしだけでも身の立ち行くようお上へお願いすると申している。この山城を親殺しにも等しき大罪人に落とさぬよう、ひとえにお身の情けにおすがり申す。拙者もとより固いじばって勝負を争う気なぞは毛頭ございません。
では今日までの無礼を見過ぎ流して。Thank you.
その方を組頭に遠慮して勝ちを譲ったな。いえ、元はさような。私めの武芸未熟、面目次第もございません。さようか。これを取らせ。あ、ありがたく頂戴いたされるよう。片付けだ。山城ではない、劇に取らせ。では劇殿、負けてもご褒美がいただけるとは結構なことでござるな。おべっかの上手な者にはかないませんよ。何と申しても殿は若い。ちょっともっともらしいことを言われるとすぐ騙されておしまいなさる。さようさよう。当校は口の上手なのが勝ちでござるて。組頭殿もおしとねえよ。勝負に勝って褒美を人に取られて黙っていられる。へえ、まあよいではないか。たかがお差し添えぐらい欲しくないわ。殿はよくご存知じゃよ。何でも欲しがる人間をな。それに武術の試合に褒美などはどうでもよいの。実際に勝負に勝ったんだから、武士にとってこれ以上の名誉はない。実力で勝ったんだからな。実力で。何バカなこと言え。うちの旦那様はな、わざと勝ちをお譲りになったんだ。負け惜しみ言うな。ヤラ様でもちゃんと山城の神様の勝ちになってるんだ。お前なんか何も知らないんだ。うちの旦那様はな、誰が来ると負けるようなことと違うんだ。実力が違う、実力が。これが証拠に、うちの旦那様だけがご褒美をもらうようになったんじゃないか。お殿様が一番よくご存知だよ。何を言うか。お前の旦那はな、おべっかがうまくてな、殿様をたぶらかするからじゃ。何、今貴様何て言った。うちの旦那様を侮辱したな。何、砂漠と新参者のくせに、ちょっと直しだろ。なんで？ほら、やめんか、平助。やめ、こら、すべか。旦那さん、こいつが山城の神様が勝たせてもらうなったんだと抜かすのです。何？貴様は劇の中間だな。そうです、劇様がわざと負けたんだと申すのです。貴様は何を証拠でそのようなことを申すか。どういん、どうしたんだ。こいつめ、この劇の小物がいたんだ。そんなやつは容赦やな。懲らしめてやれ。よし、ほら、しばらく待つ。しばらく。これがいかようの無礼を申しましたかは存じませぬが、小物不届きは主人の罪。旦那様、家来の罪は主人の罪、いかようともお詫びいたします。この場はどうか拙者に免じお許しくださりまするよう、ごくごくきっときっとしかりおきまする。家何とぞ何とぞ。家来が家来なら主人も主人だ。なんとおのおの育児のないありさまではござらんか。こう言うんだからまあ許してはやりなされ。大人げのうてこんな御仁を相手にできんではござらんか。いかにもこれでも武士でござろうか。こんな御仁と同役とは読ませてござる。辛抱じゃ。松平の家名にも若君のためにも将軍家のおためにしばらく、今しばらくの辛抱じゃ。
正しき者は必ず勝つ。よいか、分かったか。ゆいへ、わしのためにも必ず短気を起こすでないぞ。はい。ゆいへ、痛みはせぬか。いいえ、大丈夫でございます。歩きにくそうじゃがな。いえ、旦那様、歩けます。この式のこと。そうか。お、かごや、お、かごや。ゆいへ、かごに乗ってまいり。いえ、私は。遠慮いたすには及ばん。かごや。え、このものを番長まで送ってやってくれ。さあ、乗る前より。はい、に甘えまして。雄平、心得てはいようが、屋敷へ帰っても決して何事も申せないぞ。手前の底つから怪我をしたと申しておけ。はい、それで。出すな。すぐに後から帰る。駕籠屋、怪我人じゃ、気をつけてやってくれ。陰陽日中に入居届を願い出ると申して。そうだ、越中の神様が老中におなりなされたら。劇苦労をかけるの。そのことはもったいのうござります。ご期待にそう働きもできえませず、宦官の至りにござります。いやいや、そうでない。良き友を得、心ひそかに喜んでいる。だがな、劇陰険老劣、底知れぬ田沼のことじゃ。くどいようじゃが、今度のことそのまま真に受けてはならんぞ。ん、私めもそれ相当の。何事もお上のために耐え忍んで自愛せよ。いずれ今のこと笑って話せる時が来よう。お殿様、御子の用意ができましてございます。うん、劇久しぶりじゃ。宇治を水入らずで一献組もうではないか。かたじけのうござります。おかえりなさいませ。
旦那様、お疲れでございます。ん、うん、疲れるよ。疲れるとも。無理にお酒をあがったりしてお兄様のよく存じております。ん、金蘭ドンスの帯締めながら花嫁御寮はなぜ泣くか。無理には飲まん、好んで飲む酒だ。いいえ、何もかも夕陛から受けたお勤めのご苦労よく存じております。ああうるさいうるさい、こんなの早がってんは悪い癖だ。ん、この上機嫌がわからんか。お刀は拝領する、御酒は頂戴する。幽閉の災難は日がそのようなことを気にするようでは立身出世ができんではないか。ああそのようなことご卑怯で申されますか。酒の酔い本性をたがわず何を言うにも出世が大事だい。いや、これはこれは、いや、とんだ失礼。やき、家内の者にも気を兼ねて大事を取るのはさすがじゃ。どのような無礼を働かれようとも、私の恨みを発するべからず。まことは田沼親子反逆の確証を握って。これはまたお年寄りの気の早い。何をしようか。まだ隠しやるか。越中の神様はその方をなぜお召し出しになったのじゃ。ことお家の一大事、軽々しいは申されまいが、親兄弟夫婦の中で水臭すぎるぞ。ああ定信様は若君風流のお相手と召し出し下されたままで、吉五郎中が何を考えておられようと、私の時に何ができましょう。それよりはお国頭の山城殿に四季折々の贈り物でもしてご機嫌を取り結んでおいた方が第一身のため家のため。人が申しましてな、劇本心か。本心も本心、腹を立ち割ってお目にかけたいくらい。たわけ者、たとえ他人がどうあろうとその方だけは身を捨て家を捨て竜兵衛のために尽くすものと思っていたに、ひなひな節に追従した侍の本分を忘れたか。若君様お一人のご寵愛を被りながら将軍家のおためを思われでは済みますまいかと。お兄様、どうか日頃のしっかりしたご決心をお聞かせくださいまし。いや、何か大詰めようだが、語り手みたりに聞き手が一人ではとんと耳が入らん。父上ながら今一度それがし寝ながらゆるゆると受けたまりましょう。もし父上様にさようなこと、お兄様、お兄様、武士の本分を忘れたやつ、構わずに放っとけ。常ならばもうこういうのにと一体すごい。腰抜け者のその方に代わって年間丹波の役を切り離せ離せ離せか。いや断じて話しません。出世の手取りと頼む。田沼殿に本校になってた拙者に刃を渡られるも同然、死体によっては父上たれても容赦はしませんぞ。父上め、貴様のような死劣感をせがりに持ったのは上の恥。
今日はすこぶる退屈じゃの。正規な劇でも非番となると一人前に休めるから妙だな。今日一日は平穏無事であいつものんびりしていることじゃろ。いやー、わからんぞ。どここそこそしてるかわかるもんじゃない。いわゆる字に出らんを忘れずの口でな。あいた、おい、貴子、余計なこと言うな。なんだ、何がどうしたというんだ。拙者の身にもなってみるがいい。尊厚の言うことわか、忘れていた痛みを思い出したわい。一体何が痛いのだ。おい、静まれ静まれ。つまらぬことでうちは揉めをすると組頭に悪いぞ。おいおい、今夜劇のうちに祝い事があるぞ。何、祝い事が。何でも来月初旬のはず、急に今夜に繰り上げになったというんだ。キャツのことだ。何か企むところあってかな。それは大忙しだ。相手の新三郎は千万長者三河屋の一人息子、よりによって町人連れに妹をくれてあるあいつのことだ。大方一時も早く支度金が欲しかったんだろう。お兄様、おお、ナミ、きれいになったの。見違えでようじゃ。その姿とお一目お見せしたかったの。お兄様、長い間わがままばかり申しました。今までのお慈しみ、ナミ一生忘れはいたしません。ナミ、女は一度とついたなれば生まれた家のことは忘れねばならんと言い、もはや松平家はないものと思って、今家の皆様方に可愛がられるよう努めねばいならんぞ。はい、よく存じております。ただお兄様の差し迫ったこの頃のご様子、それだけが波には心苦しゅうございます。儀式言葉が板についているぞ。花嫁御寮がそのように気を使うと、せっかくの高島田が白髪になるぞ。兄のことは、いや、たとえ松平家がどのようになろうとも、決してお前は心配するでないぞ。負けるが勝ち殿、負けて褒美をもらった心境を聞こうと皆は待ちかねておったぞ。勝てて加えて昨日は妹の嫁入りとか、いやー、めでたい、全くめでたい、実にめでたい。ああ、そうそう、妹は町家へ片付かれたそうな。いや、貧乏侍にくれてやるより町人でも金持ちになればというのが統制流。さすが機敏なる劇殿、よろしきご処置じゃ。暫時ごめんを。しばらく、少しお話申し上げたいことがございますので。
報があるなら早く言え。先日のお言葉に違背はござりますまいな。先日のお言葉、何だそれ。わしが何か言ったのか。よもやお忘れではござりますまい。殿後の神様ご隠居のこと。父上の隠居それは初耳じゃ。誰からその方を聞いたの。何を忘れられます。隠居する父に腹切らせるには忍べぬ。価値を譲れと申されたのを忘れになりましたか。平気。その方勝負に敗れながら岡君からお差し料をいただいたばかりではまだ足りんと見えるか。わしが勝ったのは実力がものを言ったのだ。その方に頼んだ覚えはない。白々しいお言葉。山城の神様偽りも申されましたな。黙れ劇。父上の隠居の音癒し君こと竜兵に関する大臣その方ごとき昇進者の分際にてとやかく申すは誠実じゃ。お黙りなさい。親殺しの大罪人に落とさぬようと這いつくばってお頼みなされた集体をよもや忘れではござりますまい。己ありもせぬことをまことしやかに熱度を吹いちょうし我々親子を落とし入れる所存だな。よろしおさま高野殿。あ、劇その傷の痛みを感じたら少しは反省の薬とせ。よくも来てくれたな。殿にはご健勝のご様子にて。他人行にはやめにせ。抜けるのきそれは何とした。はっ、面目次第もございません。私めの不覚意家に許せ。苦労をかけるのもったいのうござります。そのお言葉だけで激喜んで死んでいきます。激その方は殿、劇は殿より受けましたる劇のお役目、命を懸けて果たす所存にござります。劇よ、そちの苦しい胸の内をわしにはよく分かっている。ではこれにて失礼いたします。ん、もう帰るのか。何か言いたいことがあったのではないか。いえ、ただただなんとなく殿のお顔が。そうか、わしもそちも共に竜英に捧げた命くれぐれも大切にいたさねば相ならんぞ。
では夕平、このことはそのようには言うではないぞ。ん、はい。あ、いかがなされました、その傷。何でもない、怪我じゃ。でも、そのような眉間に。どういぞ。すみません。どうぞ。ソムエ、今夜の茶はなかなかの上加減じゃの。さようでございますか。そのようにお褒めをいただいたのは何年ぶりでございましょう。あ、そうそう、そなたすまぬがこの手紙を持って御徒町まで行ってほしいのだ。遅くから気の毒じゃが、急ぎの用事ゆえ。あの、では、これから。そうしてくれ。道のりも通し、夕平を共に連れてまい。あの、何か変わったことだ。いや、何も心配するほどのことではない。ただちょっと、お父上にお頼み申したいことができてな。他の者には頼みの用事じゃ。ご苦労ながら。そなた里へ行くのは久方ぶりじゃな。二三日ゆっくりとしてくるがいい。はい。では夕平、くれぐれも頼むぞ。本通りへ出れば籠があるであろう。はい。明日は一人で途上する家、その方はゆっくりと帰ればよいぞ。はい、なるだけ早く帰ってまいります。そのえ、父上によろしく申してくれ。では、行ってまいります。気をつけてまいる。
言ったか。お、父上、まだお休みではございませんでした、うん、どうじゃ、わしの部屋へ来んか。は。その絵に持たしてやった手紙は離縁状であったろうがの。え、それくらいはわかる。お前の父じゃん。我が松平家は今夜限り断絶じゃ。名誉ある断絶を言おうて、まあいっぱいやれ。お前のためにわしは十幾年の禁止を破るぞ。ありがとう存じます。泣くやつがあるか。晴れの門出に。久しぶりに飲む酒の味がバカにほろ苦いの。父上、激。何も言うな。わしも言わん。ただお前の父は立派な武士をせがれに持ったことを何よりの誇りにしておる。ただこれだけを覚えておけ。孔子の言葉を鼻向けにしよう。大道を廃れて仁義あり。王道を乱れて義人現る。その言葉を孔子はお前のために作ったような気がする。
父上。お前の父は立派な武士をせがれに持ったことを誇りとして、その通り、その通り。はっ、父、父、乱れて義人が現る。激怒の痛そうじゃの。よう激怒の、今日は病気喫緊だと思ったが、依頼を人は違うの。我々凡人どもは武士の眉間に傷つけられては恥ずかしくって外出もできぬわ。激怒殿の政権ぶりにはほとほと感服。我々の遠く及ぶところではござらん。よく言えばその通りだが、普通に言えば恥知らずの鉄面皮。これ無礼なことを申し上げてはいならんぞ。激怒殿が務め第一、
恥の何のと些細なことはお気にはお止めなさらん。皆も少しは見習うがやから。なるほど。今に豊中院から公約代下し置かれるというわけか。激殿は後ろ盾が大きいから甚だよろし。我々はいくら働いても激殿の下三寸にはかないませぬて。じゃあその仏頂図は消せませんな。表の天気は日本晴れ。天気の良いのに雨が。涙雨か。人目をはばかりまするゆえこれにて失礼。いずれ参上ご挨拶をいたすが、父上にはくれぐれもよろしく。あ、承知つかず。おとなしいな劇殿は。座でも行っていられるらしい。それともお死になられたかな。おはようございます。おはようございます。劇、見苦しい表を恥ずかしげもなくさらしよう。顔見とうない。すまれごらんか。すまれおれ。ご一度お揃いになりましたな。もらったおかげで若い人でもなってきた。バスダイラ劇、今日限り出資に及ば平門じゃ。言い残すことはそれだけか。この世の名残にもっと怒鳴れ、もっとわめけ、もっと叫び。なんだぞ。竜栄を蝕む毒虫、今こそ松平劇が32年の生涯をかけて極悪非道の関心を切る。劇、大事にしたな。連中だぞ。連中が分かるか。総務の後ろ氏とも若君になり代わり、一人残らず天中を超える。あ、山城覚悟。臨場でござる。
家に忌み引く他の親子に加担のやつら手出しをすると容赦はせんぞ。加藤だ、早く取り押さえろ。取り押さえろか。待て手出しをするな。殿、電柱を、電柱を置きがし、申し訳ございません。劇、よくやってくれた。その方の死を、決して、無駄にはせぬぞ。劇、